分イメージですかね、まあ、それが具体的にどうこうじゃなくて、あの僕の仕事ってその、まあ、形は手でこう形成していくんですけど、そこから一回そのうまくその釜を通したりとか、あとはその土だったりその素材感を通すことで、あのぼやかしてくれる、うん、ただ逃げてるわけではなくて、まあ、それが僕の表現だと思ってるんで、そういう微妙なところっていうのは結構大事にしてて、だけど強い意志はあってっていうところですね。そういう意味でそこの細かいところ、繊細なところっていうのはすごい大事にしてる感じですね。まあ、イメージなんですけど。何のためにこうやってんだろうとか、なんで生きてるんだろうみたいなこととかあるじゃないですか。単純にそういう時にこう、まあ、あの日々ですよね、日々ですよね、何を作るんだろうっていうところで、今この現在自分がこう生活してる中のことをで感じたことを、まあ、作品に変えていく。あとは人との出会いとか、もちろんこの岐阜に来て、あのなんかいろんな技術だったり技法だったり伝統のことだったりっていうのをいろんな方からこう教わったりとかして、でそれをそのまあ今の自分はどう考えて何をやるべきかみたいなこととか考えるんですよ。現代じゃないですか、清水寺も現代だから、今の自分そのまま自然にやるっていうことが清水寺にはいいと思ってて、作品はもう日常なんで、それに対してなんかあんま無理して何かするっていうよりも、あの自分がやりたいことってなんだろうっていうところみたいな感じですかね。で例えば100人のうちを1人でも1000人のうちを1人でもいいんですけども、そういう目に見えてるものを通して見えないものをこう間違っててもいいと思うんです、はい、想像して考えて、うん、こうなんちゃうかなってこうなんかそういう思いを巡らせていただいて、でそれをまたご自身の実生活に何らかの形で、じゃあ自分の生活はどうかなとか日どうかなみたいなことをこうなんですか、還元するみたいなきっかけの一助にもねなってくれたりとか、それが一番嬉しいですね。僕は作品作ることでその誰かがこうあの反応してくれたりとか、うん、あとこういう展示でもいろんな方が関われたりとか、そういう中でまた自分はそれを持ち帰って制作してっていうこととか、それでまあそうですね、それが僕の日々なんで、なるほどね、日々なんで、それがずっと続くっていうことが僕のやっぱり一番の、なるほど、はい、生きていくあれですかね。